はい、近江八幡の現場に来ました。今、古民家のリノベ中でございます。いつものことですけども、水回りのところはこういう感じでシロアリさんにやられておりますね。まだこれは少ない方です。もっとひどい現場はたくさん見てきましたけども、まあここだけですね。で、将来、今回のこの工事で、こちらは取り替える予定でございます。